その荷物抱えてくれたら済む話やん。その荷物膝の上置いてくれたらうち座れるやんって話やん。なんで目の前つり革掴んで立ってる人間おんのに一席荷物で潰すんって話やん。もうほんま大阪のおばちゃんって感じやろ。よう頑張ったよ。あんたよりはな。私も頑張っててんで。よう言うわ。ほんま、よう言わんわ。どっちやねん。なあ。なに？なんで35歳に戻りたいんだ。どうやって？あの手この手で。どの手よ。あの手この手やん。千手観音！千手観音！さあ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 、あんたのおばあちゃんはハイカラな人やったんよ。急に始まるし。女学校時代に戦争経験してるからその反動やって言ってたけど。女学校って比較的ええとこのお嬢さんやったんやろな。今のうちには考えられへんわ。